冗談、第二次世界大戦時の出来事、1944年、ノルマンディ上陸のためにオマハビーチに接近するヒギンズボートと米軍兵士。1940年のフランス侵攻の後にパリを訪れるアドルフ・ヒトラー。大戦中にナチスドイツによって行われたホロコーストでヨーロッパにいたユダヤ人の約600万人が殺害された。中段。 1941年12月8日、日本海軍の真珠湾攻撃によって、日本と米国の間で太平洋戦争が始まる。1940年に始まったバトル・オブ・ブリテン中に、ロンドンの空を監視するイギリス兵。1945年8月6日、8月9日の、広島と長崎への原子爆弾投下によって、核兵器が最初に使用され、 約20万人の生命が奪われた。1945年9月2日、米国海軍の戦艦ミズーリの甲板上で、降伏文書に署名をする日本の外務大臣、重光葵。この署名によって、第二次世界大戦が終結する。下段、第二次世界大戦後の出来事、1948年のイスラエル独立宣言。 大戦後の1945年1946年に行われたニュルンベルク裁判によってナチスドイツの政府と軍の指導者の戦争犯罪が裁かれた。大戦後の1947年より米国はマーシャルプランを実行し欧州諸国の復興を支援した。1946年に完成した世界初の汎用電子コンピュータであるエニアック。 1940年代は、西暦1940年から1949年までの10年間を指す10年期。この項目では、国際的な視点に基づいた1940年代について記載する。政治と、軍事哲学と、思想文学芸術ファッション音楽クラシック音楽と、現代音楽ポピュラー音楽映画、演劇、舞踏科学と、 技術探検その他注釈出展。ありがとうございます。